はい、どうもゆうたです。今回はちょっとブレーキフルードを変えたいと思います。じゃあちょっと早速やっていきます。まずリザーブのフルードをちょっと空にしたいですね。でちょっとブレーキ系は結構ね、大変な事故につながったりするんで、ちょっと自己責任なんであんまり参考にしない方がいいと思うんで気をつけてください。で一応これ今注射器みたいのでフルードリザーブの抜いてるんですけど、新しいのあんまり混ぜたくないんで抜いてます。でここ空にしちゃうとエア噛んじゃうんで、絶対に空にしない方がいいですね。今回は一応フルードはエンドレスの S4 ってやつですかね。でこれ入れるときにドライバーかなんかにこうつけて垂らすと綺麗に入るんで、そしたらこのブリーダーのキャップを取って、11ミリのレンチで このゴムをブリーダーキャップにつけて11ミリレンチを回します。でこのホースはこのブリーダーボトルにつながってるんで、でこれで設置が OK です。そしたらブレーキを踏んでいきます。そうするとここから古いフルードが出ていきます。これを何回も繰り返していきます。
で対向のピストンブレーキキャリパーの場合はこの裏にもここにもブリーダーキャップがあるんでこっちも抜かないといけないんで両サイドこっちとこっちと抜いてください。今一応抜き終わりました。古いのおそらくちょっとまだ新車で買って半年ちょっと7ヶ月ぐらいしか経ってないんでフルードの色があんまり汚れてないんで古いのかどうかわかんないんで何回か踏んでっていう感覚でやってます。でさっきのブリーダーキャップ閉めるときはブレーキをこう踏みっぱにして閉めないとエアが噛むっていうことを聞いたことあるんで一応この方法で閉めます。これで閉めていきます。でちょっとにじんでるんでパーツクリーナーでフルードは塗料落ちちゃうみたいなんですぐ拭いてあげてください。パーツクリーナーやるのもあんま良くなさそうですけどとりあえずやっといた方が絶対いいですね。まあ水でもいいです。じゃあフロントもリア同様にまずキャップ外して、おお錆びてるな。で11mm、でブリーダーボトルのキャップをはめて、緩めます。ブレーキを踏んでいきます。まあ一応ブレーキさっきみたいにつっかえ棒して固定してあるんで。あとは閉めます。しょ結構漏れてるな。ですぐにパーツクリーナー、これ見えますかね、ここ空気、ここからここまで空洞になってるんですけど、これエアが噛んでるって証拠です。これだけまあキャリパーの色変わってるぐらいなんで
エアは多分やっぱ噛みますよね。パッドの残量もこんぐらいです。はい、じゃあ一応今全部4箇所とも交換終わりました。こんな感じの色、ちょっとやっぱり基板できてますね。で、新しいやつだとこういう透明な色ですね。で、VAB ここに区切りがあって、新しいのここにしか入んないんですよ、こっちに。で、こっちは古いのになっちゃってるんですけど、やってるうちにこの区切り関係なく全部新しいのになんか変わっちゃってるんで、まあちゃんと全部ね綺麗に変わってるかって言われると、なんかこのインタークーラーの裏のところから抜かないと全部抜けないって調べたら書いてあったんで、まあ、ちゃんとやりたい方は本当ちゃんとしたやり方でやってください。あとはこのゴミが入らないやつ、フィルターをかぶして、あとはキャップを閉めます。で、僕はこのエンドレスのリストバンド、こぼれないように、こぼれてもいいようにっていうんですかね、これを巻いとけばこいつが吸ってくれるんで、ちゃんと引っかからない。はい、じゃあこんな感じです。